はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今日はね、レースゲームのハンドルのお話したんだけどね昨日ハンドルのところにね、劇団さんお疲れ、めちゃくちゃ勝ち節気になるね、ここでもね、おじい勝ち節、勝ち節懐かしい、本当に美味しいよね、ご飯何杯でも食べれたな、バイク好きなんですかね、私も最後はクレーバーでバイク乗りたいです、今度の免許更新は認知症検査だってね、おじバイク別に好きじゃないよバイクは若い頃だね、一番最初だって、だってバイクからしか乗れないじゃん、だってね、でかつぶしね、食いつく人がいたら、この懐かしいっていう意味が分かんないんだけど、今なんでみんなかつぶし書かないの？おじい前過去に案件でこれ紹介したんだよ、うちはさ、カンナがバカみたいにいっぱいあって、おじいちゃん釣り屋だったから、でそのカンナでさ、かつぶしずっと削って、うちはかつぶし、もう物心ついた時からかつぶしなんで、かつぶしみんなどうしてるの？で美味しくないじゃん、袋で売ってすぐ皮が抜けちゃうし、美味しい粉の部分もないし、削りたての美味しい香りも、だってパックのあれ、なんかあれじゃ、なんかプラスチックのなんかツルツルしたような感じでさ、なんていうの、かつぶしになってないじゃん、まあ、削り方次第なんだけどさ、あ、一回ちょっと歯を動かしたらダメだ。でこのかつぶし削り器もアマゾン見ると2000円台から売ってるんだよね。おじいが紹介したのも確か2、3000円ぐらいなんで、これ安いやつね。でかつぶしもね、おじい いくらぐらい買ってるかな、日本で2000円ぐらいだ、1本1000円ぐらいだと思うけど、いいやつ、目節と節とかあるけど、いいやつ買うと結構高いけど、そんなにいいのかないといいよ。あ、もうこれちょっといいか、歯調整しないとあれだな。でもね、これね、削りたてのかつぶしってもう香りがね、たまらないの。これね、売ってるやつと全然違うから、もう削りたては、おいしい、全然違うから、子供の頃にほら、よくお中元とかお歳暮でさ、かつぶしとかの削ったやつがさ、来る場合があるじゃん。で、あれ子供の時食べた時も、うまくないっつって、うちの味もそうだけどね、美味しくない、バーって入れてもかつぶしの味が出ないんだよ。でね、本当削ったかつぶしって本当そのまんまバッてお湯に入れて、でお醤油入れただけで美味しいんだよ。隠し味でお酒とかみりんとかね入れて、まあ料理する人はそうなんだけど、おじいのお味噌汁たっぷり入ってるしね、本当ねそのまんまでも美味しいけどね、まあ、猫まんまにして、これお茶漬けで食べても美味しいんだよね。最後ねこれ残して、こう海苔と寄せてお湯注いでサラ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 ってね、それがたまらない美味しいんだよ。お出汁で高級なさ、なんかあの料亭みたいなとこ行くとそうでしょ、なんかお漬け、なんか出汁でね、こうしてサラサラってこう食べるでしょ。あんなの一般家庭のこれと同じなんだよ、ね、だから自分家でね、かつぶしかけば、前ゲームキャプチャーつぶてくいちさんがね、まあ、健康のことを考えて、ほら煮干しとかカルシウムたっぷりだからね、まあ、我が家はかつぶし使わないよっていう、まあ、そういうあれもあったけど、ね、まあ、確かにそのお子さんがいる家庭だったら、ね、煮干しの方が全然そのまま食ってる方がね、栄養価高いからね。どうした、このまんま
これがね最高なんだよ。お湯注いでも美味しいけどね。もうあのコンビニの高いバージョンのおにぎりなんかより全然美味しいよ、この方が。びっくりするほど、ね、で、まあ、自分で書くと安いしね、かつ節1本あると結構持つし、そうそう使うもんではないしね。ねえ、焼いたおのり、ね、くるんと巻いて、この焼いたおに、ね、おのりとのこのコンビネーションもね最高なんだよ。毎日食べてもね飽きないです、うん、おいしいね。お味噌汁もねほらね、昨日作ったから、あのちょうどじゃがいももよーく柔らかいでしょ。もううんほこってね、すごい柔らかい、めっちゃおいしいじゃがいも、ホコホコしてるよ。うん、ご飯粒にお味噌汁、これがね日本人の朝食です。うん、うめえ、元気の源ね。うん、うまい。うん、お揚げよいしょっと、お味噌汁にお揚げこの状態で入れる人あんまいないと思うけど、うん、うめえ。うん、うん、これで夕方までのパワー全開。うん、うん、ここかつぶしたっぷり入ってるからね。うん、もうおじい物心ついた時からね、ずっとかつぶしだし、その懐かしいって言ってる方って、そのなんで懐かしいってな、あの要は昔は使ってたわけでしょ。でなんでかつ節を削らなくなったのか、そこ知りたいんだよ。めんどくさいの、あの袋に入ってるのって美味しくないし、で高いじゃん結局。あの自分で削ると安いけど買うと高いじゃん、めちゃめちゃ。で、ま、あのまずいかつ節を高いお金を出して使うっていうのはね抵抗あるし、だと今さ、何でもあの味噌だろうが何だろうがみんな出し入りってあるじゃん。何の出汁が入ってるのか分かんねえけど、あの出汁入りってのはねおかしい、本当にね ズボラだなと思うけど、美味しくないよ。あのだって混合率を変えられないんだもん結局。うん、あれねおかしいんだよ。うん、せめてね、あの鰹節だけは日本人として守るべき文化ではないかなと思うんだけどね、おじいはね。うん、別におじいは別にあの日本人かぶりじゃないけど、ハンバーガー大好きだから、ね、ハンバーガー大好きだし、別にあのに和食はそんなに好きじゃないので、好きじゃないっていうか、
自分で作れないからね、和食はあんま食べないんだけど、うん、でもご飯は自分で炊いた方がめちゃめちゃ美味しい、うん、ほんとね、視聴者さんも言ってたけど、もうあのお弁当のご飯ってなんであんなに美味しくないんだろう、スーパーのね。でもあのご飯が美味しいお弁当屋さんもあるんだよね、お弁当屋さんね、うん、うん、おにぎりが美味しいとか、うん、でご飯ってその自分の家で炊いたご飯って冷たくなってもさ美味しいじゃん。で何もついてなくても美味しいじゃん。まあごま塩とか振ればなお美味しいけど、でも噛めば噛むほど甘みが出てくるし、これがお米のいいところじゃん。うん、じゃあこれね、あのおじいもね、当たり前だと思ってたことが、かつあの YouTube とかねライブ配信やると、当たり前のことが当たり前でないところが結構多いっていうのがおじい驚いたんだよ。であとね、あのお茶、日本茶、どこの家庭もみんなお茶飲むよなと思ったら、お茶を日本茶を飲まない家庭っていうのが今ものすごく多いみたい。びっくりしたんだよ。うちは麦茶とかあのほうじ茶とか、まあそこの家庭のあれがあるかもしれないけど、え、日本茶飲まないのってねびっくりしたんだよ、日本茶。でお茶っていうのはね、あの一番安い、まあ要はカスみたいなね、よし集め安いだけど、あれまずいだけじゃなくて臭いし、あのすぐ出ないんだよ、ゴミ箱集めてるのは。でおじいが飲んでるのは、今この間はね通販で買ってやってたんだけど、いいとこのお茶っ葉の要はカスの混ぜ混ぜ寄せ集めっていうね、ほらお魚でもさ、美味しい部位のさ、すき身みたいなのとか売ってんじゃん安く、ああいうのと同じで、お茶もさ、そういう寄せ集めの美味しいのがあるんだよ。で茎の部分はね、膨張っつって、アクもあるし苦味もあるんだけど、甘みもあるんだね。で葉っぱの部分はちっちゃいと香りもすごい高くて、甘みもあって美味しいんだね。大きい葉っぱになると、お雑把っていうか、ほんと葉っぱペッ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 って葉っぱのね味なんだけど、お茶ってね2回3回4回入れるじゃん。まあおじいだと3回で終わるんだけど、そうするとね、番茶っていっぱい、安いお茶っていっぱい入れてもそんなに出ないし、すぐ出なくなっちゃうから、もう2回目がまずいから、経済的なことを考えると、ちゃんとしたお茶買って飲んだ方が美味しくて満足で、何度も何度も出るんだよ。だからね、かえって安いの買ったら損だよっつってね、うちの親父もおじいちゃんもずっと言ってた、口癖のように。でそう言いながら、YouTube やってる時もそうなんだけど、親父が死んじゃうちょっと前にね、1年ぐらい前に安売りしてたから買ってきたったら、やっぱり美味しくないし、ねシェルファンに色がついてたりとか、鳥にちきももあるしね、
で、新茶って書いてあってもね、深蒸しとは書いてなかったりとか、うん、お茶のね、あのお茶買う時に騙される人もねいるけれども、結構ね、うん、これね最後ね、お醤油、よいしょと、最後の最後はこうしてね、ご飯ちょっと残してね、猫まんま状態にして、よいしょ、でちょっとこうお湯注いで、ね、よいしょ、メール、ほらメールね、で残しておいたおのり入れてね、こうしてねおのり入れてね、うん、この鰹節の香りがもう広がり方がまたね、鼻から抜け方がふーんって感じで、もう最後の締めくくりがね、なんともで、おのりもね、このふにゃーってなった感じで、うん、で、あの周りについたね、お米をこうほぐしながらね、うん、かつ節の出汁が美味しい、うん、香り香り香り、うん、うん、あー美味しかったって、で日本茶で締めくくるっていうね、まあそのパターンなんだよ、ね、これがね、もう昔ながらの素朴な幸せだね。まあその締めくくる前にお味噌汁を先に片付けないとダメだよ。うん。うん。ボリュームたっぷりだからね。うん。でこれぐらい食べないと声が出ない。本当一日喋ってから全然声出ない。うん、でご飯食べないでお昼まで午前中取るとほんと声出ないもん、かすれちゃうし力が入らない、うんうん、でご飯食べるとほんとね声が出るんだよ、びっくりするよ、うん、唐辛子入れすぎた、辛い、うん、あーでもカプサイシンでこう汗がガーッと出てきて、うん、辛っ、うん、はい、ごちそうさま、よいしょ、喉が、よいしょね、で、お湯は70度、ね、よいしょね、よいしょ、熱っね、お茶の入れ方は上手ではないけれどもね、お茶の温度は大事っていうのを親父が嫌ってほど言ってたからね、このパターンじゃないと中でお茶っ葉が泳がないから美味しく出ないんだよ。よいしょね。
はい、このね、緑茶を飲もう、美味しいよ。このね、緑のお茶をね、飲まないと、日本人なら、ね、まあ日本人ならっていうのもおかしいかもしれないけど、でも何でも合うよ。ジャパニーズっていうのは和食に合うよ、すごく。やっぱ締めくくりはこれだね。美味しい。美味しい。まあそれながら昨日ね、おじい入れ物の中何入ってるので気になるってね、昨日はレモンティーね。ほらイオン系で売ってる、なんだっけ、V ドラッグじゃなくて、安いやつ、78円の紙パックのね、あれを飲んでました。リプトンと比べると20円違うんだけどね、はい、そんなわけでね、ごちそうさまでした。さあ、今回はね、これだね、ハンドルの話題になりまーす。どこ行った？あれ？どこ行った？どこ行った？嘘。本当ね、このうち、あった、あっち、あの椅子の上に置いてあったんだ、丸い椅子の。よいしょ。あー、暑い。よいしょ。あー、暑い。よいしょ。はい、今回はね、ハンドルの話題です。今回発表されたのはプロ用の商品なのでお高いんだと思いますね。プロ用って何ですかってね。プロ用、プロ用って何だろう。今回初めて聞いたんだけど、ゲームの周辺機でプロ用って何だろうって思ったんだよ。プロ用ね、YouTube では有名なね、宣伝屋さんがいるでしょ、ゲーム関係のね、くだらねえゲームでも、ね、商売のためなら持ち上げなきゃならないっていうね、痛いね、宣伝配信者がいるけども、本当あれこそね、旧統一教会よりひどいと思うよね。だってズランツってさ、統一教会よりだってタチが悪いと思うんだよ。だって統一教会の霊感商法って、例えばこれをね、1冊5000万円でしようとか買わせるわけじゃんね。で、でそれで買った、 その値段でそれを買ったらそれでおしまいなわけじゃん。でもズランツの場合は終わらないじゃん。買ってからがどんどん湯水のごとくお金を絞り取られるわけじゃん、無限大に。そうでしょ。だから統一教会の、まあ人によって値段が変わるっていうね、1冊5000万円って言われるね、あれよりも立ちが悪いと思ってます、おじいはね。でね、今回発表されたのはプロ用の商品なので、そのプロって何って、プロって何、ズランツーリスモとか、ゲームのただのパソコンのシミュレーターとかね、シミュレーターというか、シミュレートしてるゲームなんだけど、ゲームなんだよ、ジャンルは。レースゲームなんだよ、ジャンルがね、シーム見ても。で、本当のレースシームっていうのは、まあ、いろんなレッドブルとかね、トヨタとか、表に出ない、うちうちのね、ものをお金かけて作るけど、
まあでも主流よりも今市販されてるゲームの方がね、あの出来がいいとかね、どんどんアップデートして、まあそういう噂だけども、でもそのプロ用って何っていうね、うん、この言葉におじいがね、ちょっと面白いなと思った。プロ用っつってね、プチプチさんのね、うん、それでこの動画作ろうかなと思ったんだよ、うん、おじいはね全然そう思わない。あのパーツね、値段の差っていうのはちゃんとした材料、ちゃんとしたパーツ、そしてあの手間暇をかけて設計をした。だからあのその完成したものだけ見ればたわいもないものでも、そこに至るまで今までの歴史、要はそれができるまでの試作から完成するまでもあるし、今までの商品からのどんどん改良していったね、あのフィードバックしながら改良していったっていう、そういう流れもあるわけで、それの結果だと思うんだよ。であのぶら下げ型にもオルガン式にもどっちでもできるよとかね、ユーザーに合わせてね、あのそこら辺の要は付加価値も含めて開発費用と材料をしっかりとした丈夫なもんでね作ってる、もうめったらこれで壊れねえよっていうね、まあプラスチックの安いもんとは違うんだよっていう、まあそこのとこなんで、そのプロ用とアマチュア用って何が違うのって考えた場合に、その電気信号っていうのは0か1かの世界なんだよ。これはね、で電気信号を0か1か送るだけのものにプロもアマチュアもないんだよね。でプロ、例えばプロのレーシングドライバーっていうのは、例えばあのフォーミュラカーも乗るしね、普通の一般の車も乗るしね、あの F1 ドライバーになればね、ね F2 があって、今 F2 ってあったかな、 F2 は今ないかね、あの F3 があってね、あのなんだっけ、あのマカオグランプリがあるようなのね、あのいろんなのがあってね、まあいろんなものを乗れるよっていうね、何でも乗れるんだよ。ただあの過去の動画を見ると、鈴木アグリとか中島悟が普通の一般の車乗った時に下手くそだった。車庫入れがちゃんと綺麗にバックでできない、ね、普通車こんな下手くそなんですけど、だってホームランかバックギアないからねっつってね確かにこうやって後ろこうやって押してるよね。最近はバックギアあるって聞くけどね、ほんと、まあ、昔はないから車庫入れができないっていう、押してくれるからこうやってあの表からね、メカニックが壊し合いながらこうやってやってくれるからね、バックしたくていいもんね。まあ確かにそうやって言われるとそうだよなと思って、あの F1 レーサーね、あの一般そこら辺で車庫入れができないっていうね、面白い番組あったね昔ね。まあそんなわけで、そのまあ我々もそうなんだけど、あのおじい車何でも乗れるよ一応ね、あのまあ皆さんも免許持ってる人だったら乗ることはできるんだよ。ただちゃんと運転ができるかどうかなんだよね。でおじいはあの今までギブアップした車は何もないね。あの自慢じゃないけど、自分の免許で乗れるものはいろんなもの、ね、アルバイトで代行のアルバイトもずっと長くやってたけど、若い頃20代もやってたし、よく指名もらってたよ、ね、で年取ってからもうね、ずっと10年ぐらいやってたかな、本当ね。もうかなり前に引退したけどね、もうかれこれだいぶ前だね、本当ね。でも おじいのポジションっていうのが、他の人が乗れないものが回ってくるとか、厄介なお客がみんな回ってくるんだよ。全部他の何号車がみんなあのすいませんできませんっつって、だからじゃあ行ってみたいな感じとかね。だからあのだいたい乗ってあげると次からあの何号車で指名くださいっつってね、あの言ってくれれば来ますよってね。そうすると厄介なお客さんばっかりあのやることになるんだよ。癖がある車とかね、
本当。でもすぐ慣れるよ、おいしいね。あのルパンが乗ってるようなね、車なんかもね、本当にクラッチとかアクセルにすごい癖があって、こういう力でこうやってやらないとエイストしちゃうんだよとかね、こう入らないんだよっていうのもね、一回乗って、ああ本当ですねですね、じゃあこんな感じですかねって言われるとね、大体乗れるね。何でもそうだよ。あとみんな嫌がるのが怖い人のベンチとかね、左ハンドルとかね、あと左ハンドルのマニュアルで田舎山道越えて田んぼのあぜ道をこういうとこ行くとかね車が大きいと乗れないとか、左ハンドルだと乗れないっていう人がプロのドライバーとしてね、仕事がなくなったからといってそのつなぎでね免許あるからして来るんだよ。まあ今は二種免許ないと乗れないけどね、大根も車が乗れないのに舐めてかかってくるんだよね。本当あれをクラウンみたいな車も運転できないってこたるおじいさんいたよ。すいません、車が大きいので乗れないので他に回してもらえますかってね。車なんですかってね。いやクラウンですけどって。そっもそんな車が乗れないんですかって、すいません、いつ軽しか乗ったことがないんでって、そんなで仕事できないでしょほんと面白いよ。ああいうところで人手が足んない時にね、連絡来るとね、面接来るとね、いつか今日からできますかってね、ああいいね、できますってね、じゃあはい行ってみたいな感じでね、腰も何もなくそのまま繰り出されるからさ。昔はね、今はちゃんと講習しないととかね、いろいろ教えてピシッとした目合いとかでやるけど、一番大きくて一番だらしがないっていうところでバイトしてたからねまあひどいもんだったけどね、本当。まあそんなわけでね、そのプロ用ってなんだろうっていう、プロはどんなものでも扱えるのがプロなんです、ね、これじゃないとこのパーツでできたこれじゃないと僕は運転できないなんて言ってるのは、それはプロじゃない。僕はこの車に乗ってるからこれじゃないと運転できないでしょなんてね、そんなので運転できませんって言ってる人の時給と運転してる人の時給が同じって、おかしいだろう、ね、やってらんねえよバカバカしいっていう、そういう気持ちになるでしょ、だんだんね。なんでね、ちゃんと仕事ができるようになったね、辞めるっていうとね、引き止められるね、引き止められるような仕事をしないと、どんな世界でもね、仕事ができないとね、辞めます、どうぞどうぞありがとうございますとかね、まあ、プロ用の商品などお互いだ、本当のこのプロ用っていうのはね、あよく食べるもんだったらさ、いっぱい入ってお安いと業務用っていうのはあるんだけどね、プロ用ってね、だからプロが買うやつなのっていうね、いやでも普通に市販されて一般の人が買えるわけだから、それがプロ用なのかな、どうなのかなっていうね、疑問なんだよな。フェラーリとほら、実際に F1 で走ったフェラーリとかあるでしょ、ね、最近ねすごくすごいさえずりの鳥がねいるんだよ。ねネズミ色、見た目はすごく綺麗じゃないんだけど、尻尾がねなんかこう扇子畳んだような尻尾がちょっと長くて、見た目は地味なんだけどすっげえさえずりがいいんだよ。なんかまるでなんかの時報みたいなね、なんかすごいいるんだよここにね。たまにね、うちのベランダのとことまでね、ピロ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 な、ね、泣いてる時があるけど。でもね、沖縄に行くと、そんな泣き声ばっかりよ。日本で聞いたことがないような泣き声ばっかりよ。そこら辺に飛んでるよ。沖縄に行くとね。で、プルターは別に素人用の安くて使える、フォースフィードバックハンコンが出ると、新旧座も楽しみやすくなると思うのですが、今のハンコン事情では難しそうですね。昔のハンコンが使えないとなると古いハンコンを知人や友人に貸したりすることもできないので、
新規の犯行ユーザーは増えにくい状況にあると思いますね。あね、おじいもね、グランツーリスモ3の時にプレイステーションコムからね、GT ハンドル買ったけども、ちゃんと下調べして買ったよ。それがプレステ専用だったらおじい買ってなかったね。ちゃんとロジクールのこれと同じでドライバー使ってパソコンで使えるよっていうね、アンオフィシャルだったんだけども、そういう使い方ができるよっていう情報をちゃんと見てから買ったから、昔からね。だから昔のハンコンが使えないって、まあプレステのお話だからね、で昔はシャフトマスターのペダルは実写のような吊り下げ式だったんですけど、最近は吊り下げ式のペダルはあんまり見かけないですねって。まあこれもだから簡単に置いてペタッてやって使いたくないめんどくさいっていう人なんだろうね、結局ね。まあそういうのに合うんだろうね。で需要と供給で売れるものは故障的にね下がっていっても、なかなか売れにくいものはやっぱ生産とか開発とかね、大量生産だとパーツも安くなるけど、そういうわけにもいかないから値段が高くなるっていうことなんだろうね。でもその今回発表されたのはプレ用とは言うけどもね、おじいコメント書いたけどね、単語変換プロ用、ね、おじいの返信はねこれだね。単語変換ね、プロという言葉をカモにね直すとこれで正解じゃないのっていうね、今回発表されたのはカモ用の商品なのでお高いんだと思いますね。カモ用とは別にね、一般用のってこうやって見ればいいんじゃないのね。でもおじい本当いつもね価値観って言ってるけど、プロ用も素人用も関係なくて、その必要とするかどうかなんだよ。だからおじいからしてみたらアップルはただのねクズ、100円の価値もないクズ、そうでしょ。おじい楽天のやつであれいくらだっけ、iPhone なんだっけ、ミニだかなんだっけ、 iPhone なんだっけ、 iPhone なんとか SE か SE2 かね、いやあれいくらだっけ、1円だかいくらだっけ忘れちゃったけど、でもその価値すらないっていうね、使う気にならないっていうね。まあ本当メイコンが来ないからね、本当ちょっとたまに充電して点検しないとダメになっちゃうから、ちょっと開封しようかなとも思ってるけどね。ただ使う人にとってみたら価値があるね。ただアップルシンザザマミロじゃないけどね、おじいの出してる安倍さん関連の動画がね再生できませんとか、ダウンロードできませんとかね。だからアップルユーザーはいざ何かあった時に情報を見られない、規制かけられるとかね、あと何でもかんでも高いでしょ。アプリの値段も高いし課金も高いし全てが高いね。物価が高い、同じものなのにね。ソフトの価値、値段は同じなのにアップルを使ってるっていうだけで手数料を取られるね。すごい高い世界だね、本当。だからそこのところもお金持ちというかカモというか納得して使ってるわけでしょ。高いクズみたいな玉使ってそこに価値観を見出してるわけだから、だから今回のねそのこのペダルだけで15万と言ってもおじいからしてみたらこんなんで15万って高いなって一瞬パッと思うけど、でも一生ちゃんとしっかりとした状態で使えるものって考えるとおじいは安いなと思うよ。少なくともだって15万でクズみたいなアップル買うよりは全然価値があるんじゃないの。ものの価値観っていうのはねそう思うよね。だからプロ用の商品なのでお高いって出てくるけど、おじいは高いとは決して思わない。だってアップルユーザーからしてみたら
だって iPhone が15万ね、20万とかね、10万から20万の間でね出た時も iPhone X の時だからね、あれを高いと思わないでみんな予約に走って、でいざ行ったら分割が通りませんってね、跳ねられた人が結構多かったでしょ。だからそこまでしてでも欲しいってみんな思うわけでしょ。要は今お金がないのに分割だったら欲しいってよね。本当何が起こるかわからないこのご時世に借金を抱えてまで欲しいと思ってるのがアップル端末なわけでしょ。だからおじいはね、皆さんもうご存知の通り借金は絶対にしないからね、これがもうおじいちゃんとか親父ね、お袋からの教えなんでね、本当に何が起こるかわからないね、でお前は特にあの仕事をやってもね長続きしないね、何回払いで言ってもねどうせ払えなくなるのは目に見えてるしね、無責任ね、でお金が払えなくなったらね、とんでもないことになるんだよってね、欲しいものがあったらお金を貯めて買う、ね、我慢してお金を貯めて買う、ね、そういう教えのもとに育ったんで、ね、おじいはその通り生きてて困ったことがないです。で今まで欲しいなと思ったものがいっぱいあったけど、分割とかローンで買わなかったので、ああよかったって思ったことが何回かありました。そんなこと言ってもとかね、あと楽しいもの先取りとかね、そういう人たちっていっぱいいるけど、別にそれを悪いとは言ってないよ。おじいはただ石橋をぶったたきながら進んでるんでね、石橋を走ってガガーってやりながら大丈夫大丈夫って言いながらね、ガガーこれだけってガガーってやりながら進んでるんで、おじいはそんだけの話なんだよ、うん、いつ何時プリウスが降ってくるかも分かんないしね、いつ刺されるかも分からないし、もう一寸先は闇の日本でしょ、何が起こるか分からないんだよ。そんな中無責任な借金は負えないっていうね、うん、まあ、そこだけだね、要は無責任な借金を負わない。で、あれはある。ちゃんとカードに紐付けしておいたところに買うお金があって、例えばこれが10万円だとしたら10万円のお金があって、それを今ね、例えば5月とかだとしたら冬のボーナス一括払いとかね、その買い方はしたことがあるよ。したらね、まあ、それ以外はないね。お金がないのに物を買うっていうのはないよ。で、その時ね、だいたい翌月一括払いじゃん。そう、冬のボーナス一括払いっていうのがね、なんかやりたかったんだよ。それで、カードっていうのはあんま使わないんだけど、なんかポイントがつくでしょ、カード使うとね。本当、まあ昔の人間じゃないつもりなんだけど、でもいつもニコニコ現金払いね、なんだけど、カードだとポイントが貯まるからカード使わないと損だよねっていうのは、だ今で言ったら なんとかペイで払わないとっていう。だおじいもね、この間ね、一生さんに親父の供養にしてね、うなぎ食べてきてって投げ銭もらってうなぎ食べてきたけど、そこもねペイ払いだとマックスでどんだけ戻ってくるか、なんか紙貼ってあるんだよ、ペイペイ払いでって。でいつも行くスーパーマムってとこがあるんだけど、そこでもペイペイで払うとマックスいくら戻ってくるとかね、最高で、なんかそういうキャンペーンやってるんだよ、ね、でもおじいはもうペイペイ水道料金の支払いが使わないんで、本当もうやり方が気に食わないんでね、最初はカードの紐付けで条件を同じにしてね、ポイントくれて、でその後銀行の紐付けじゃないとポイントがね、まともにつかないとか、そういうことをやりだしたんで、だから危険ね、銀行紐付けされて詐欺にあったら
そのカード会社だったらちゃんと補填してくれるけれども銀行は保証してくれない、騙された人が悪い、ね、で盗まれたりなんかしたら管理がちゃんとしてない、銀行は保証してくれない、ね、自己責任だ、危なっかしくてしょうがない、ね、だそのでペイペイなんて特に誰よ誰よ、どこの人よ、会社、ね、それを思ったら日本国民の銀行と紐付きをして一瞬で持ってかれて戻る保証がないもの、そんなシステムに怖くて使えるわけがないじゃん、当たり前じゃん、あの何パーセント還元戻る可能性があるってそんなもんに釣られないよ、当たり前じゃん、本当恐ろしい、ね、まだね2日前かな、あのキャッシュね、キャッシュ300円来たよ、久しぶりに、今年2回ぐらい来たかな、うん、全部カードの紐付けもやめちゃったら300円のあれ来なくなっちゃったんだよ、プレゼントが。それでその後おじいはあの無料発行になったんで、真ん中の300円のカードが今なら無料っていうのがあったから、それを申し込んで300円の無料のカードを申し込んだんだよ。でそうしたら300円が来るようになった、2回来た本当ね、ありがとうございます、ね、何にも使ってないと300円来るんだよ、キャッシュね、本当。まあそんな感じでね、まあプロ用だからってのはどうかなと思うけど、別に普通の素人アマチュアの人でもね、別に普通に買って使っていいわけだしね、まあプロ用として売ってるわけではないしね、普通のパソコンで使えるね、シミュレーター用の要はペダルセットとして売ってるもんなんで、まあ別にプロ用として、だってプロ用なんてカテゴリー分かれてないでしょ、別にね、上位グレードのランクでしょ。だってアンプとかさ、ああいうのもそうじゃん、だってあのヤマハで言ったらさ RX の1000番台のやつがあるじゃん、で OG のね、あの7シリーズ753とか真ん中5やって、もっと初心者があってっていう、もっとこの1000番台はプロ用だからっていうのを、あのプロが買うの違うでしょ、上位モデルはお金持ちが買うんでしょ。だって車だってそうじゃん、じゃあ日産の GTR これはプロ用だからっていうのを、プロ用に出された車だからプロって違うでしょ、別にあの普通の免許取り立ての初心者マークでもお金があれば買えて乗れるでしょ、別にプロ用として売ってないでしょ、ね、あのそんなもんなんだよ本当ね。だってじゃあお家だってしょうじゃん、お家だってさ、じゃああのね月3万円の家賃のあの暴れ屋はね一般用だけども、都会のオークションはプロ用だからって売ってないでしょ別に二十歳の若者でもね、なんとかジル王子みたいなのでもお金があればポンって買えるでしょ、普通にね、すごいとこ住んでるでしょね、ほんと同じなんだよね。はい、こんばんは。ズランツーの感覚で実車を運転した場合の悪い例を考えてみました、というより聞いたことがあるような気がします、間違ってたら恥ずかしいので削除してください。ズランツーはスポーツやセブンは知りませんが、5や6は ABS のついてない車にも ABS が付けられますよね。まあ何でも むちゃくちゃ設定だからね、何でもあるからね。で、アシコルは長のデータを解凍して ABS のデータを追加しない限り ABS が働かないので、ブレーキをロックさせると車速が落ちてもブレーキをリリースしないとハンドルが効かずそのまままっすぐ行っちゃいます。確か86は ABS がついていないので、あの頃の時代って ABS がついてる車って限られてたよね、本当。運よく手に入れることができてもサーキット走行中にコーナー前でブレーキをロックさせてブレーキを踏み続けるとコース外へ行っちゃって車役を壊してしまったり、一般道だと対向車とぶつかって事故ることになってしまうと大変です。まあおじい、その前にその
86を運よく手に入れて、86が手に入って運がいいって思わないけどな。まあ人世代で言うと、あの周りもいっぱいだったし、あの運転もずっとしてたからね。あれだけど、まあ今のなんていうの、今の若い世代が、だから漫画でしか見たことない人は乗ってみたいなっていう、なんか憧れはあるんだろうね、本当ね。溝を落として走ってみたいとかね、どっかの詐欺師のような、変な YouTuber がいるけど、宣伝マンがね、溝落としをやるってね、大きな古代広告のサムネを出しておいてね、こっち落としたよ、今落としたよ、ダメダメ、怒る、勘弁してくれないんだよな、この詐欺野郎ね、騙すんじゃねえ、ジランツで騙した以外に水落としても騙したいからこの野郎っていうね、そういうのがあったけどもね、まあどこの誰とは言わないけどもね、まあで、ここにね、よいしょとね、はい、VR 峠 D さんがね、 GT7 を本気でリアルドライビングシミュレーターだと思いハンコを購入し、マニュアルの練習をしている人で陥るのは、 GT にシフトロックは実装されていないので、GT でやってるラフなシフトダウンをする機種を実際でやるとシフトロックしてスライドさせてしまい、マシンを壊しかねないとかはありそうですね。どっかのね、GT ペテンシ YouTuber ね、マニュアルで練習になりますかみたいなのがあれね、回転数が合ってないとこうやってくちゃんでてもほら入んないんだよつってね、ほら入んないんだよなんてね、やってる動画があったと思うんだけど、本来だったらその技術ってここに入ったらいけないんだよ、シミュレートしてないんだよ。だゲームのやつはガチャン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 って入っちゃうじゃんね。だあのこっちが入ってないんだよっていうね、だよくできてるよねじゃなくて、そこのところをちゃんと 連動させてこうガー入んないってやらないとダメだよね。だまだまだね、今の要はハードウェアは追いついて、だってくだらないさ、バカみたいなさ、日本で、しないけど、まあ、広瀬でも、ね、後ろこれでブーンってね、これがついてるのは、まあ、ここだけで、いやだけどね、日本狭いより広いからね、まあ、売り以外にも持ってるやつはいるかね、どうかね、なんてね、後ろでブーンってね、へんてこりんなのがいたと思うんだけどもね。まあね、おじいもね、よく、左足が疲れてると、踏み切れてなくてギッてこうガッてこう張んないことがあるし、あとベーって行った時に一気に二足にバンって入れようとしてもガンってこう入んない時ってあるよね。でギッつって言ってね、ああギャッ壊れるって言いながらね、それはあるけど、でもそういう運転ってあんましないじゃん普通。サーキットじゃねえんだから、だからそこまでコンマコンマ何秒を争うようなそういう走りしないでしょ。若い頃ってね、狭い日本そんなに急ぐんだよって言いながらね、もう思いっきり急ぐんだ、1分1秒急ぐんだってね。でなんでそんな黄色から赤のギリギリで飛び込むんだってね、いやここの信号行かないと次が引っかかるからなんだ、ここを頑張ってクリアしないとギリギリ行けないんだとかね、もうこの一瞬をで運命が左右する、人生左右するんだ、次の信号で引っかかって1分、待つっていうことは、そこで1分待ったためになんか車突っ込んでくるかもしれないし、運命が大きく左右してしまうんだってね、人生1分が大きく人生左右するんだ、大きな違いなんだってね、人生もったいないんだってね。だから若い頃はねそうやって主張してたよ。本当ね、そう、パトカーね、お巡りさんという意味でね、お急ぎですかって言うからね、ああ急いでますよ、時間持てないからってね、うん、お急ぎのところ申し訳ないんですけども免許証って言うのね、そういうのあるかもしれないけどね。で、アップデートによってね、羊毛メント制御とかもありますから、
で、お医者が自社で言っているチョンブレは不明で、理由は急な荷重変動により車が安定したくなるためというのも GT7 では車体が安定する動きがあるので理解できないかなといろいろありましょうねっていうね、うん、え、そうなの？チョンブレってチョンチョンでしょ、あれ踏むなっていうの、うん、峠なんか攻めてる時にコーナー中にチョンってやるとチョンっていっちゃうから、ハンドル切りながらね攻めてる時にチョンブレするなっていうのはわかるけど、なんで？そうなの？おじあんまりそういうの見てないから知らないけど、へえ、そうなんだね。車っていうのは人の数だけ走り方があるし、人の数だけ癖があるので、その手足のように愛することができてる時は、そこまで行けば別にどんな走り方をしようが、その車が安定しようが安定しなかろうが、そうなった車をコントロールすることができる腕を持ってれば全然関係ないよね、本当ね。だからドリフトだってさ、その延長上にあるわけじゃん。結局さ、急激なハンドリングとかね、ブレーキによってね、それを踏まな横に滑るからね、スルンって車体がね安定したくなるってね。じゃあそれを計算して手前からこの辺かな、チョンってジョーンってやってね、トーンって走って、ほんとね、今はもう無理だけど、一昔二昔前の世代は確かドリキンがやってた、グリップ走行とドリフトとどっちが速いかっていうね、よくあるじゃんね。で、いや意外とね、ドリフトだから遅いっていう理論がそんなに通用しない場合もあるし、でその差ってそんなに影響あるのみたいな。ズランツのおじいがほらクリアできないって、首都高からのパーンって言ったからね、なんかどっかの辺とかにいんな車で止まらねーって言いながらね、曲がれねーってあったでしょ、ね。で ABS 見つけなきゃ曲がれるべきリーダルベーカみたいなコメント来たけど、でもちゃんとどこでブレーキで間に合わないからってどん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 戻してて、ちゃんとアシスト全オフでちゃんとクリアしたでしょね。だからあの時にコメントしたバカは結局車をコントロールすることができない、要は車に操られてるだけなんだよね、ああいうバカのコメントするっていうのは。だから本当意味を理解できてないし、ただ誰かが言った通りにクリティクリクリシッとしてくれ、クリグレイでクリグレイになったらクリグレイしてくれでビーンってやってくれ、ガッティングでクリグレイって知る、その通りだやって満足してるだけっていう、だからバカなんだよ。だから周知とかのうまいっていうお手本がねあるかもしれないけど、その人のお手本であってね、お周知の先生ごとにみんなお手本書いたらみんな一致しないよ、ね。で相田光雄じゃないけどもね、ああいう字でもね、味のいかに味がある個性のものを出せるか、そこなんだよ。だからジュランチの時にね、ね、アシスト全部無理に決めていいんだよ、G ってね、あんだけ言ってたやつ、ね、アホだろう、え、店無理に決めていいじゃんってね、アシスト入れるよ、おじいはアシスト全オフでやるんだよ、ね。だそれが楽しみなんでね、本当に、うん、よいしょ。だからね、本当ね、車っていうものをね運転して楽しいって感じる人と、その与えたものを要は早時クリアする、昔ねファミコンの時代からねあったんだよ、ドラクエとかねファイナルファンタジーって RPG おじいやらないんだけどあるでしょ。であれをね早い人はねだいたいもう4日とか5日前にフライングで買って、
でもう8マイルまでにそのすぐクリアした、もう寝ないでやってね、すぐクリアして、だドラクエ2とか3の頃ってあれ一晩中やってればそれでクリアしたかったか。3の時って3日ぐらいかかったのかな確かね。 3が確か膨大なマップになってて、なんかここに来て悪いやつがね、てめえで本体買わねえでカセットでレシピシティなんて来てさ、ここでずっと入り浸ってやってたアホいたけども、ね、今回はマップが広いからこんなって広げながらいいってなってやるね。いや、そんなの何面白いのつって、ね、本当ね走ってる方が楽しいじゃんって言ってもね、そんなね、でおじいはそいつのことをね冒険家って言ってたんだよお前は冒険家だからなってまた新しい冒険が始まるのか、また最初からってね、目的は何っつってね、何ね、今度はどこのピーチ姫がさらわれたのね、まあ、そんな学習能力がない、何度も何度も同じゴリラにね拉致されるような、そんなバカな女と関わってると一生苦労するからもう捨てとけよって ね助けるかしねえだろうってね、助けたところでどうしてまたゴリラにさられるんだから、もうやめとけよ無駄なことは。まあ、それでもね、まあ、ドラクエとかね、まあ、ドラクエ PC 名関係ねえか、ね、早く解きたい、誰よりも早くゴールに行きたいっていうね、そういう人たちがいっぱいいたんだよ、タイムアタッカーが、ね、そういう人たちって面白いの？楽しいの？ね、でおじいはね、そのドラクエとかファイファンがねやらないっていう理由はね、今まで何度も言ってるけど、そのランダムの数字によるそのインチキな戦いっていうのが嫌いなんだよ。それがランダムで許せるっていうか、唯一面白いのはトルネコの大冒険ね、あれは毎回毎回ダンジョン入るたびに変わるっていうね、ローグっていうのが元になってるんだけど、昔のパソコンのねマイコンの時代かな、ね、でそれを絵で見て視覚でね訴えて面白くしたのがトルネコの大冒険だよね、あれね。その後試練もやったよ、合成したりとかね。でああいうのはランダムの面白いけど、戦うのはねランダムっていうのは面白くない、おじいは。だからリンクの冒険はやる、ゼルダはやるんだよ、自分の腕でしょね、やるかやられるかだから納得のできるやられ方をするんだけど、運で負けるっていうのはなんかどうしても納得できないし、あとドラクエとかファイファンってせっかくさ、テレレテテテテテテテっつってやったー、レベルが上がって強くなったって言うと、またそのレベルにあった敵がやってきて倒し、全然倒せないっていう。で今までの戦いと同じじゃんってなって、で倒せない。で経験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 、やったー、こいつ倒せるようになったんだ、また違う敵ができて、また勝てないじゃん、お前らはやって、これをレベル100ぐらいまで、それを何回も何回もだ、喜んで即がっかりするっていう、だ喜びが瞬間的なわけだって、喜んで1秒後にはもうすぐ次の敵からがっくりするっていうね。だからそのずーっとそのこう人参がここにあってね、食べない食べない食べない、あー人参近づいたって、またポーンってわー離れちゃった離れちゃった、わー近づいたバーンって、これ100回繰り返すんだよ、バカだろこれ。なので、今レベルいくつまでいったやで、俺今レベルいくつだぜなんてさ、ね、レベル40だろうがレベル70であろうがやってることは同じなんだよ。その時の目の前の勝てない敵に対して経験値を上げて、でで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 
ってね。で俺今レベルいくつだぜって、だレベルの低い人と高い人と何が違うのって、ただ出てくるキャラクターが違うだけで、数字の桁がちょっと変わってるだけで、やってることは全く同じなんだよ。でそれを見てると、あの冷めるっていうかね、水星人なんで、その現実しか見てないので、だからそこを楽しいと思えないんだよ。でその点さ、レースゲームっていうのは車が変わるとスピードとか挙動とかも変わるしね、あの運で曲がれる曲がれないとかってないじゃん。でグランツーリスモの場合はもうあのアニメーションパターンって決まってるから、ちょっと このところでこうなったらジャーンとかって、あの制御できないというか、アニメーションが始まるんだよね途中でね。リッジレーサーって言ってるんだけど、リッジレーサーってね、みんな知らない人いるかもしれないけど、リッジレーサーってグランツーリスモの元になったやつね。グランツーリスモはリッジレーサーを元にして、そのバンパー視点とかね、バンパー視点か後ろから見る視点って、それをパクって作ったわけなんでね、まあどっちが正解か分かんないけどね。それで、そのリッジレーサーっていうのはね、コーナーが来るでしょ、そしたらグチャランってターンってやると、ターンってアニメーションになるの。そのアニメーションの時は何をやっても全く何も聞かないんだよ。車のレースゲームみたいに、あの何もコントロールできない、このターンってアニメーションが始まったら、その終わりの出口のところでコントロールできるところまでは何もできないっていう、だからタイミングゲームなんだよ、この位置だっていうね。あのこれがリッジレーサーの歴代の、まあ、リッジレーサーのいい部分なのかな、タイミングゲーム。あのなんかこう落とすやつ、でん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 、この辺からティーン、あー当たった、もう一回でん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 、この辺からあー違ったーみたいなさね、あいと同じでタイミングゲームなんだよね。あのタイムを上げるためには絶妙なタイミングなんだよこれはね。だおじゃのポップコムとかね、リッジレーサーはね、あのこの静岡のねキャロットのやつで名前乗ったことあるからね、おじいね、うん、しょっかりあのその時に働いていた給料をつぎ込んだよね。その時のあのネットワークビジネスでおじいのことを騙した先輩が、あの売りここで今トップだじーっつってね、あのタイム出して、で船自信塗ったじーなんて言うから、えっ、ー、と思って、であのそれ抜いてやろうと思って、よく塗り替えてたんだよね。で塗り替えたなと思って、締め日があるんだけど塗り替えたなと思うと、でふふと思って行くと塗り替えないって言うんだよ、その先輩に。やられたって言いながらね、ほんとまた自分塗り替えるまで帰れないとかね、それずっとやったらね、お給料がみんな飛んでった、バカバカしいね、ほんとね。まあそんなわけでね、ズランツーはなんでこんなにつまんないのかっていうと、車の挙動がめちゃめちゃなんで、実写と似ても似つかないっていうのと、あと五感で運転ができない、ね、でまあいろんなね、いい車になるとベベ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 ベみたいな、なんかメーターがいっぱいくっついてるけども、そんなめあのまあかっこいいよ、でかっこいいだけで、あれを見ながらレーサーはいろいろチェックしたから走ってるけどもね、公道を走る分にはそんなものいらねえし、ほんとね、何も意味がないっていうか、まあ、そんな走る場所ないしね、サーキットじゃねえんだからね。だから本当ね、車っていうのは運転していることが楽しいかどうかなんだよ、ね、だからジュランツの場合は五感で運転できないし、実車の場合は五感で運転してるので、だから常に前を見ながら、あ危ないなと思ったらブレーキもし、ね、あコーナーだなと思ったらブーンって減速したらシフトかでか、ね、あ2速かな3速かなって五感で判断してるし、もう、ね、いちいち点々が、ね、あ赤だからブレーキしようとか、黄色の点々だからね、あいけるかなとか、実際の世の中には点々がないからね、
本当にわかる。 LINE の点々ってないよ、リアルの世界では、ね、で後ろから運転で車の後ろから見て俺うまいんだとかね、ギリギリまで攻めてタイム出してね、ふふんって払った方々の人いるじゃん。あとバンパー視点じゃないとできない人とかね、おじいはもう昔からね、コックピットね、運転士の視点じゃないとやらないし、だ本当不利なんだよ本当に。タイムアタックの時ってやっぱギリギリ攻めるんだったらバンパー視点か後ろからの方が全体的に見えるからね。でもリアルの世界ではそれはないんだよ本当。だからね、そのいろんなね大会とかそういうのがあるにしても、その視点ごとに分けないとダメなんだよ。だからバンパー視点の選んでる人だけがその視点固定でやるレースとか、運転席だけの人が、だからそれが全部バラバラでやると、だって有利不利が出てくるしね。だからそもそもそれがおかしいんだよ、人によって変えてやるっていうのは。そう思わない？まあどこまで言ってもね、バカバカしいものはねバカバカしいし、ジランツの場合はAI がバカだし、あとバランスがなってないし、ただの追い越しゲームだしね、何が楽しいのか意味がわからないし、で車が買えない、コースは出てこない、でなんかわけのわからないパーツが出てきて、あれができる、これ何をやれたのかさっぱりわからない、リアルでないようなことができるっていう、さっぱりわからない、ね、でそれをまた無理やりね宣伝してるペテンシ YouTuber もいるし、ね、ペテンシ YouTuber 知ってる？内書きハンドルはなぜ危ないのかね、テーブルこうやってやって、こうやってやって、ほらほら何回やってもいい、ほらほら戻せないでよ、バカか本当そんな攻めてる時に内掛けで走るバカがいるのかってね。普通にゆっくりこうやって走る時によいしょって、で山道してもらうしょよいしょって言う時に、ほんとは攻めてるわけじゃねえんだからね、何かあった時にああなんて、その時だってパッて止めたりするし、バッて戻せるし、なんでこれだけなのって、もう片っぽだったらしこうやって戻したろうっていう。ね、ペテン師の説明だと無理やり内掛けハンドルはなぜ危ないのかなってね、ペテン師動画があったんだけど、うち内掛けどんどんやるよ、普通にこうしてゆっくり来てね、一方通行回るって言ってもうよいしょってぐるーっと回ってんで、ベローンってこうやったってこうやって戻すしね、内掛けは普通に使うよみんな、バカか。でブーンって普通に走ってる時は内掛けするタイミングない、だって邪角がこんだけしか動かないから、いらないじゃん、車線行こうもこうだし、こういうコーナー曲がる時だってこれぐらいしか行かないから、このチャンスがないじゃん。だからゆっくりな時でないとこれが使えないわけで、じゃあそのゆっくりな時に何かあった場合だってゆっくりだから止め対処できるじゃん、ゆっくりなんだからね。それをまた昔のなんか神業のなんかバスのバーバーバーってのみたいなの出して、なんかやった時にだって、ほんとペテン師だなと思ったまあ分かる人は分かると思うけど、ほんとねペテン師の神ってすげえなと思ったよ、ね、内掛けハンドルは普通に使うよ逆に峠走ってる時に内掛けハンドルしないで、いちいちこんなってこっちの方が余計危ねえよ、なんか運転できねえよ、内掛け使わなきゃ無理だな、ゆっくりこういうとこよいしょって言う時でよいしょって早くよいしょって回るんだから、こっちからこう車でよいしょってやらねえとクイッていけねえだろう、こうやって本当ペテン師だなあれね、本当意義ありって言いたいぐらいだよ。わかる？わかる？まあわかんない人はわかんないと思うけど、内掛けハンドルはありなんです、状況で。ないと辛いです。
だから逆に内掛けハンドルをつかないと危ない道もあります。本当ね、あのね、そこのとこの内掛けハンドルの使い分けっていう、普通のとこでは使わないよっていうね、だからそこの理屈を言わないで、内掛けハンドルはなぜ危ないのかとかね、お勧めできない理由とか、ペテンシー、講座があったんだよ。ほんと詐欺。まあそれぐらいのペテンシーじゃないと受難通信部を申し上げられないからね。本当どれぐらいパックもらってんのか知らないけどね。はい、おじいが深円型ハンドル押したのが良いですね。俺もハンドルは深円型派、吊り下げペダル派です。だってあの丸いハンドルじゃないと、だってここ潰れてるのってあれ意味わかんないんだけど、だって普通にだってさ、こうやって 送ったりとかさね、こうして やってる時だってあるし、こうしてやってこうやって待って、だって困るじゃん。でこうした時にだってだってこれボコンボコンってさ、だどう考えたっておかしいと思う。なんであそこをこうする必要があるの、意味わかんないんだよ。あれの意味がわかんない、その意味を教えて。どうしてここの丸をこうする必要があるのか、その意味を教えて。分かんない意味がね、あの真ん中が分かんなくなっちゃう人はちゃんとハンドルのここのとこ印テープ巻いて印つけるんだからね。あのでも分かるよ、あのこの形をこうするメリットってか何があるの、あれって何もメリットないよ。あの普通にあーってこうやって持ってた人はダメ、あーってこうやって持ってたらめんどくさいから、あーって持ってた人はダメ。あ、全然意味わかんない、あれが。個人的には、ハンコは気軽に新聞を楽しめるツールとして価値があり、お金持ちの道楽やマウントコンテンツではないと思います。ドライビングフォース G27T500 そこら辺のハンコは当時10万以内で買って、いや、この10、安いから多くの人が購入できて盛り上がってたのはありましたね。ごめんね、おじい、あのお金そこまでかけなかった人なんで。だってで前に家電紹介してるような配信者ね、車コンテンツに理解なさそうな人が、フォースフィードバックはダイレクトドライブじゃないとまともに走れない、ドリフトはできないと多くの人を勘違いさせるような発言をしていましたね。 T500 で俺はドリフトやりますね。あのね下手なんだよ。金持ってるから、車をね自慢することはあっても下手なんだよ、そういう人たちってね。そういう車もわからない金持ちの道楽ブルジョワマウントコンテンツに、ハンコン業界は本気でなってほしくないと思いますね。 GT7 は多額の課金&グリッチ自慢ゲームでお金持ちのブルジョワマウントコンテンツになってるのはありますねってことだよね。まああのレースゲームに興味を持つ人が全体的に減ったのもあるけどもね、本当需要と供給だからね。だから高くなったから余計に買えない人も出てくるし、おじいの場合はフォースフィードバックっていうと1万5000円っていう、もうマイクロショットが最初に出したのがねそれぐらいの値段だし、おじいが持ってるねフォースフィードバックのあれもプレイステーションを込めて1万5000円ぐらいだったし、だから1万5000円なんだよね、おじいの中では。でそっから高いのを買ったことがないので、っていうか困ったことがないんだよ。ハンドルの進化ってあれで何が困るのっていうと、あれが100度、これぐらい何度だっけ、あれこれぐらいしか回らないから、後に270度回るよとか、あと何度だっけか、720度だっかねとか、そういうのがどんどん出てきて、それじゃないととかっていう、なんかそういう風潮があって、まあ確かにトラックみたいなシミュレーターは確かにこうやってやりたいからいっぱい回った方が
ね、乗りやすいかもしれないけど、少なくてもおじいが今足これでもなんでもだって、あのね、ご先祖様みたいなポッシュフィードバックで走ってるでしょ。で、まあ、ドリフトもともとできねえからな、本当、うん、ねえ、ドリフトできないんだよ。お客さんの86とかもう軽量化してあって乗りやすいやつだとポーンってやったけど、バーンっていくから、おーってコントロールはできるんだけど、自分の手の FR はスープラなんで、スープラって重たいんで、バーンってトルクかけてダーンって流れるんで、コントロールできないんだよ。おじいはね、無理なんだよ。ちっちゃい車だったらコントロールできるけど、スープラコントロールできなかったんで、だから本当全然走らないよ。直線だけパーンって走るけど、全然無理だったからね。怖いもん、ほんと。スープラ走れるような場所がないし、スープラ滑った時って本当によっぽど腕があるか、よっぽど広い場所じゃないと無理なんで、ね、おじいはドリフトできません、ね、無理です。まあそんなわけでね、まあとりあえず金持ちでスーパーカーいっぱい持ってて自慢するやつとかね、中古のポルシェ買ってすぐ壊れることを自慢するやつとかね、あと右曲がりでいつも必ずはみ出るやつとかね、なんでお前ははみ出るんだ、なんで学習能力がないんだね、なんで右曲がりではみ出るんだよお前は、なんでまともに曲がれないんだね、曲がれないようなクズのゲームなんじゃないか、クズのソフトなんじゃないか、ダメじゃないかこのソフトはね、何がおかしいんだ、お前の右曲がりがおかしいのか、ソフトが悪いのか、マシンが悪いのか、どっちなんだ、なんで右をちゃんと曲がれないんだよね、そこの問題を解決しないからおかしたことになるね。で、まあ YouTube なんか見てるとね、きっとナイトライダー、ナイトライダーを運転して曲がるときってこうやって持ってなきゃダメなんだぜ、わかる？で反対曲がるときもこうやって曲げる、これ左に曲がるとき、で、これ右曲がる。こうやって、おーっとってかかってね。こういう運転が好きな人は、こういうハンドルでいいかもしれないけど、普通の人はハンドルは丸い方がいいよ。ね。だからね、F1 だけだったらスピード出して曲がるときはこんだけあればグイーンってこう曲がるからいいんだけど、普通の市販車を普通のレースシミュレーターでやるときはこういうハンドルでない方がいいと思うよね。だからね、これがそこの部分でこうなったとしたって同じだよ、ね、ここを持てないっていうデメリットは大きいと思うよ、本当。おじいだからこうやってやってもこうやって送るからな、こうやって送ってこうやってなんかかくんだと困るんだよね、戻す時も困るけど、ね、はい、そんなわけでね、まあかつ節は美味しく食べましょうっていうこととね、まあ、ハンドルは丸い方がいいよっていうお話でございました。何時？11時58分ね。さあお昼ご飯何食べようかなって、もう食べたからね。そう、なんか買い物してこないと、ね、ポテロングはあるけど果物は何にもないんだよ、ね、あ、柿が出てきた最近。まだ早いな、今の柿は美味しくないな、ね、まだまだ柿はまだまだね、高いばっかでね、ろくなもんがないからね。まあ柿はまだもうちょっと先だな。もう一回ぐらいブドウ食べたいかな。でもブドウも美味しくなくなってきてるからな、本当ね。ね。
梨はねもう、まあ、もう一回ぐらい食べてブヤブヤしなきゃいいけどね、ほんとシャクッとしてればいいけど、ね、まだ売ってる、ギリギリ売ってるよね、まだね、ぶどうも梨もねまだ見かけるけど、もう一回ぐらい買おうかな、どうしようかな、でも美味しくないもん買っても初めだもんね、もうね、ほんとね、はい、参りましょう、じゃあね、バイバーイ。